アルボ・アスコラはフィンランドの陸上競技選手である。彼は1936年に開催されたベルリンオリンピックの1万メートル走で銀メダルを獲得した。アスコラはベルリンオリンピックで1万メートル走のみに出場した。8月2日に実施された1万メートル走には18の国から30人の選手が出場した。アスコラは 生涯の自己最高記録30分15秒6を出して1位で同じくフィンランド代表のイルマリ・サルミネンから0.2秒の差で2位に入り銀メダリストとなった3位にも同じフィンランドのボルマリーソイコールホロが入りフィンランド勢が表彰台を独占したなお1934年のヨーロッパ陸上競技選手権大会でも同種目で2位となっている アスレチックス・アット・ザ・1936・ベルリン・サマー・ゲームズ・メンズ1万メトラスアーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイバック・マシン2011年3月20日、閲覧。エウロペアン・チャンピオンシップス2011年3月20日、閲覧。ありがとうございます。